はい、こんにちは。今日は東工大の2021年の問題の大問2を見ていきたいと思います。問題はこちらです。XY 平面上の楕円 E、4分の X2 乗プラス Y2 乗イコール1について、括弧1は A、B を実数とすると。で、直線 L、Y イコール AX プラス B と楕円 E が異なる2点を共有するための AB の条件を求めようと。括弧2は実数 ABC に対して直線 L、Y イコール AX プラス B、直線 M、Y イコール AX プラス C が、それぞれ楕円 E と異なる2点を共有しているとすると。まあ、ただし、B、大なり C と。で、直線 L、M と楕円 E の2つの共有点のうち、X 座標の小さい方をそれぞれ P、S、大きい方をそれぞれ Q、R とすると。で、この時、PQ ベクトルイコール SR ベクトルが成り立つための ABC の条件を求めようと。で、カコさんは楕円 E 上の4点の組で、それらを4頂点とする四角形が正方形であるものをすべて求めようといった問題ですね。とりあえず図を書いていくと、まあ、楕円があるわけですね。XY 平面上で楕円。で、2、1ですね。こっちが2。で、こっちが1。で、こういう楕円があるよと。こうなっているわけですね。で、これと、この直線 L っていうのがこう、交わっているよと。これは Y イコール AX プラス B ですよと。これが2点を共有するための AB の条件ということなんで、まあこれは代入して、判別式が正ということで出していけば OK ですね。これをここに代入しましょう。で、計算していけば OK と。代入すると4分の X2 乗、プラス、これの2乗ですね。A2 乗 X2 乗プラス、2abx プラす b2 乗イコール1と。今、これを2乗してここに代入しましたよと。で、これ整理すると a2 乗足す4分の1の x2 乗足す 2abx プラす b2 乗マイナス1イコール0と。こうなりますね。で、これ x に関する二次方程式。これが2つ解を持つということなんで、判別式が正ということで求めていきましょう。これ判別式。これの2乗。マイナス4かけるこれかけるこれですね。こうなりますよと。で、これ4分の D にしましょうか。そうすると4が消えて、こうなって、これが正ということですね。で、これ計算すると、A2 乗 B2 乗が消えて、プラスの A2 乗、それからマイナス4分の B2 乗、プラスの4分の1と、こうなりますよと。つまりこれが正ですよと。これが言えれば OK ということになります。これが括弧1の条件。ということで、カッコ1はこれでおしまいです。続いてカッコ2です。カッコ2は直線 L があって、あと直線 M っていうのもあるよと。これは Y イコール AX プラス C ですよと。ということは、これ傾きが A で一緒ですので、L と M は平行ですよと。で、B と C が切片ですね。で、こういう風になっているよと。で、B の方が C より大きいわけですので、L の方が M より上側にこうなっているよと。で、これが2点で交わっているよということですね。で、この交点を PQSR としますよということでですね。で、今 PQ ベクトルと SR ベクトルが等しいよということが成り立つための ABC の条件を求めたいと。このベクトルとこのベクトルが完全に等しいよということを言いたいわけですね。ですので、まあ、X 座標を出していきましょう。X 座標はっていうと、まず PQ の X 座標は、さっきのこの二次方程式を、の解ですよね。PQ の X 座標。これを出していきましょう。これはどうなるかっていうと、解の公式で 2×A2 乗プラス4分の1分のマイナス 2AB プラスマイナスルートの、これですね。判別式。で、2が前に出ますよと。で、A2 乗マイナス4分の B2 乗プラス4分の1と。こうなりますよね。で、これ2で割って、これが消えて、こうなるよと。この括弧もいらないですね。で、こうなるよと。これが PQ の X 座標。で、P の方が小さいよということなんで、P の方がマイナスの方。Q がプラスの方ということになりますよと。で、同様に SR も出していきましょう。SR もこれ2点で交わるということから、括弧1のこの条件っていうのは A と B の条件でした。今度 A と C の条件も同様に出すことができて、この B を C に変えれば OK ですよね。つまり、2点で交わる条件として、まず、これが必要だということですね。B を C に変えただけですよと。で、今 S と R で2点で交わっているよと。で、この方程式も、の解も、これ、B を C に変えてあげれば、この X 座標の値を出すことができますよね。ということで、S と R の X 座標も、すぐに求めることができますよ、と
これは B を C に変えれば OK ですので、A2 乗プラス4分の1分のマイナス AC プラスマイナスルート A2 乗マイナス4分の C2 乗プラス4分の1と、こうなりますよと。ということで、PQRS の X 座標の値を出すことができました。で、あとは今、PQ ベクトルと SR ベクトルが完全に等しいよと。これを言いたいわけですね。このベクトルとこのベクトルが完全に等しいよというためには、今これ平行ですので、傾きがこれ等しいわけですね。これ分のこれ、これ分のこれが等しいよということになっているので、この長さが等しいよということが言えれば OK と。この長さが等しいよを言うためには、これが合同であれば OK と。合同であるために、ここが等しければ OK ですね。つまり PQ の X 座標の長さと、この差ですね。差と SR の X 座標のこの差が等しくなれば、この傾きが等しいわけですので、ここも等しくなって、で、合同になりますね。ということで、ここが等しくなって、これが言えると。ということで、この PQ の X 座標、SR の X 座標の差が等しいよということで出していきましょうと。そうすると、じゃあ今、X 座標を出したので、この差を出していきましょう。PQ の X 座標の差は、このプラスの方からマイナスの方を引けば OK なので、ここは消えて、2倍のこれになりますね。これ分の。つまり、PQ の X 座標の差っていうのは、A2 乗プラス4分の1分の2倍のルートの A2 乗マイナス4分の B2 乗プラス4分の1と、こうなりますよと。で、こっち、SR の X 座標の差も同様で、A2 乗プラス4分の1分の2倍のルートの A2 乗マイナス4分の C2 乗プラス4分の1と、こうなりますよと。ここですね。で、これが等しくなれば、これが言えますよということですね。ということで、これを計算していきましょうと。で、これ分母を払うと、これ全部消えて、2分の1してこれが消えて、で、ルート2乗して、ルートの中身を計算すると、ここは消えて、ここも消えて、結局 B2 乗と C2 乗が等しくなれば OK ということになりますよと。ということは、B イコール、プラスマイナス C ですよね。で、B と C が等しくなることはないですよね。B の方が大きいわけですので、B イコール C ってことはない。ということで、プラスの方はないので、B イコールマイナス C となりますよと。まあ、C イコールマイナス B としておきましょうか。C イコールマイナス B。で、あと、結局、括弧2で ABC の求める条件というのは何かというと、C イコールマイナス B と、これとこれということになりますね。で、C イコールマイナス B が決定したので、ここに代入すると、結局これとこれってのは同じものですよね。C をここに代入するとこれは一緒の式。ということで、つまりこの式を満たしていれば OK。結局、括弧2で求める条件っていうのは、A2 乗マイナス4分の B2 乗プラス4分の1。これが正であるということと、C イコールマイナス B であるということですね。C イコールマイナス B ってことは、B と C どっちが大きいかっていうと、まあ B の方が大きいですので、B は正ですよね。まあ B は正だというのも付け加えておきましょうか。この3つが必要だと。これが求める条件ということになります。続いて、カッコ3です。カッコ3は、楕円 E 上の4点の組で、それらを4頂点とする四角形が正方形であるものすべて求めようということですね。まあ、これは、要するに、こういう正方形になるだろうと。まあ、これしかないんじゃないかなということは予想がつきますよね。ですけれども、それをちゃんと示しましょうと。で、カッコ2の事柄で、この、PQ ベクトルと SR ベクトルが等しくなると。つまりこの平行でその長さが等しくなってるわけですね。ということなんで、この PQRS っていうのは、これ平行四辺形ですよね。平行四辺形だと。そして、括弧2で分かったことで、C と B の関係は C イコールマイナス B ですので、この原点に対して対称だということが言えてますよと。ということは、これ Q と S も原点に関して対称だと。P と R も原点に関して対称だということが言えますよね。ということで、この PQRS っていうのは平行四辺形で、かつ対角線の中心っていうのが O になりますよ。原点になりますよ。ということが分かったわけです。で、あとはこの四角形が正方形であるということが言えるためには、この対角線が長さがこう等しくなって、そして角が90度になれば OK ですよね。つまり、こう正方形っていうのは、この平行四辺形で、かつこの対角線の長さ、ここの長さが等しくて、そしてここが90度であれば OK ですよね。ということで、例えば OP と OQ、この長さが等しくて角が90度ですよと。まあ、他の角もそうですね。こことここも等しくて90度ですよと。まあ、こんな風になってるわけですね。ということなんで、この各点っていうのは、まあ、一つの点を、例えば文字で置いてあげれば、他の3
3つの点もその同じ文字で表すことができますよね。つまり、例えばですね、この PQRS どこでもいいんですが、どっか1点を UV と置いたとき、この点、じゃあ UV を正としましょうか。UV を正として、この点と置きましょう。まあ、この点で言うと、例えば R でもいいでしょう。R をこう置いたとき。そうすると、これを、要するに90度回転するわけですね。90度回転したところ、ここの点を90度回転したのがここの点に来るわけです。ここの点はどうなるかっていうと、この UV を使って表すことができますよと。今ここが U で、この長さが U で、ここが長さが V ですので、これがこっちに立つわけですので、こっち側が、ここの長さがここになりますよと。つまりここの長さは V ですよと。ただし座標はここマイナスですので、マイナス V になりますね。でここの長さはここですよということで、ここは U。ですから、マイナス VU となるわけですね。なるわけですと。で、これまた90度こう回転すると、こうなって、これ原点で、ここと対象になるので、このマイナスですね。つまり、マイナス U、マイナス V の点になりますよ。で、さらにこれをまた90度こう回転すると、これと対象になるので、この点っていうのは、このマイナスですので、V、マイナス U と、こうなるわけです。ということで、1個決めると、あと4つは、あと3つは U と V、これを使って表すことができますよと。で、この4つの点が、この4頂点、PQRS になるようになっていれば OK と。で、PQRS っていうのは、この楕円以上にあなきゃいけないので、この UV をここに代入して、これを満たしているということから UV が決定するだろうということで求めていきましょうと。じゃあ UV 代入すると、4分の U2 乗プラス V2 乗イコール1ですよと。で、VU、V-U 代入しましょうか。そうすると、4分の V2 乗プラス U2 乗イコール1ですよと。で、他の点代入してもこの式と同じになりますよね。結局2乗するので一緒だと。で、これを解いていきましょう。これを解くと V2 乗イコール1マイナス4分の U2 乗。で、これをここに代入して、まあ、これ4倍しましょうか。V2 乗プラス 4U2 乗イコール4となって、これをここに代入しましょう。1マイナス4分の U2 乗プラス 4U2 乗イコール4ですよと。で、4分の16ですから4分の 15U2 乗イコール3になって、U2 乗イコール5分の4。ということで、ルート5分の2ですね。U は今正としているので、U イコールルート5分の2。で、これをここに代入して V を求めると、ここが5分の4ですから5分の1になって、1マイナス5分の1で5分の4。ということで、V もルート5分の2ですよと。UV が正の値としてこういうふうに表すことができました。ここの値が決定しましたよと。ということで、他の値も決定しますよね。で、それら4組の、4点の組を求めなさいということなんで、これが求める組ということになります。つまり、この4点っていうのは、ルート5分の2、ルート5分の2、それから、マイナス V ですので、マイナスルート5分の2と、ルート5分の2、それから、ここマイナスマイナスですから、マイナスルート5分の2と、マイナスルート5分の2、それから、ルート5分の2と、マイナスルート5分の2と、こうなりますよと。この4点と。これがカッコさんの答えということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。